みんな元気？運勢虚しくデッドしちゃったみんなを救うタイガー道場です。なんか揺れてね。タイガー道場は我々が占拠した。タイガーはおとなしく武装解除しろ。この声は元弟子1号？ちょ、一体何事よ。って、何？ティーガー！見たかタイガー！これが我が軍の秘密兵器よ！準備よーし！目標タイガー道場！砲手、撃てー！私もびっくりしている。ところでイリア上等兵、戦車で乗り込んでくるとはちょっと本気で驚いたぞ。あ、師匠をびっくりさせようと思ってちょっと無理したの。私ってお茶目。殺すぞ。パス、ありがとうございました。うん、分かればよろしい。本来ならもうちょっとこのネタで引っ張るところであるが、めんどくさいので再入門は許す。師匠。ええ、ほんともほんとよ。タイガー道場も残り12回、私一人じゃ持たないわ。というか、野放しにしたら次はなんで攻め込んでくるか分かったもんじゃないし。やったー、レギュラーゲット。けど、あと12回って何気に多くね。シロ、そんなに見殺されるの？ああ、殺されるのよ、これが。何しろ白死亡率はこのルートが一番高いんだから。それも割と悪趣味に。イリアちゃんがスプラッタなのに対し、今回はホラー風味なのよね。へえ、なんか性格出てるの。そうなの。だから白も選択肢には気をつけなさい。今回のデッドエンドはセーバーちゃんがいなくなったっていうのに一人で戦おうとしたせいね。ダメよ白、相手は怪物ばっかりなんだから。盾になる怪物と手を組まないと。気は乗らないだろうけど、選択肢に戻ってリンにお願いしなくっちゃ。けどその後の選択肢には要注意よ。相手の言いなりになるだけっていうのも男としてどうかと思うわ。その通りす師匠。決断力あふれるシロ。そういうこと。それじゃあまた次のタイガー道場で。9日目はタイガー道場が4つもあるから気をつけて選択してね。